以上が今回の番組内容でした。それでは次回9月8日土曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。町の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。各総合所から地域の魅力やイベント情報、また地域で活躍する団体や個人の取り組みなどについてシリーズでお伝えするコーナー、9つの宝箱。次回は総合所から光れ仕掛け花火祭りをお送りします。今回のミニ情報のコーナーは州税課からのお知らせです。市税は福祉や教育、土木工事など市民の皆さんへのサービスを行うための貴重な財源です。市税の納期内納付をお願いします。まるっと津ガイドの放送番組はインターネットの動画サイトでもご視聴いただくことができます。津市ホームページのまるっと津ガイド動画のバナーをクリックして、もう一度見たいコーナーや見逃したニュースをぜひご覧ください。この後は特別番組として上富良野町長向山富吉と前橋町の対談の模様をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。